ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がランドローバーディフェンダー90カルバチェアンエディション2023年式走行距離100キロこちらの車両になります。いい車がやってまいりましたね。まだまだねちょっと希少な、はい、希少というかかなりニッチですかね。はい、本当にちょっとマニアックって言っちゃっていいですか。もういいでしょ今回は。はい、そんな車になりますね。今回ちょっと詳しくご紹介させていただきたいと思います。はい、で今回のこのカルパチアンエディション、はい、これっていうのが2023年4月に V8 と一緒にこう追加された限定車、はいはい、これ細かいところ行くとなんかディーゼルもその時追加になってるみたいですね、はい、90のディーゼル、はい、で、これ2024年モデルとして発表されてるんです、はい、で販売自体は去年2023年に販売されているということで、はい、まあ、ポイントで説明させていただくと先ほども申し上げた通り限定じゃない V8 もあるんですよね、はい、で今回ご紹介させていただくのがその追加された V8 でなおかつ限定の方のカルパチアンエディション、はい、でこれプレスリリースには2024年限定グレードって記載があったらしいんで、はい、これ続くかどうかがわからない、将来的になくなっちゃうんじゃないか、カルパチアンエディション V8 がですね、はい、V8 はなくなります。あ、そうなんですか。なくなると思います、はい、なんであの終了の時期は明確に公表はされてないんですけど、はい、おそらく1年か2年ぐらいでまたなくなっちゃうんじゃないかって言われてる、はい、だからすごい貴重な車になってくるんじゃないかなって、はい、だからもうエンジンはもう変わるって言われてるんで。あ、そういうことですか。はい、今 そのスーパーチャージとから BMW 製のエンジンに変わるっていう、はい、あ、そうなんですか。はい、これもあの発表されてるんでいつ切り替わってもおかしくないっていう。なるほど、はい、でこの V8 追加されたっていうのが初めてじゃなくって、はい、まあ、先代モデルから、うん、ある一定のタイミングで何回かこう V8 が追加されてるんですよ、ね、されてます。メジャーなところでいくと1998年の50周年でも前方の時 V8 が追加されたりとか、はい、あとその後、2018年に70周年の時にも追加されてる、はい、で今回75周年って言ってるんですけど、はいはい、ちょっと無理やり感を感じません。だから多分そのだからエンジンが終わっちゃうから。あ、ですよね。多分それで合わせたんじゃないですか、はいはい、で普通の感覚で言ったら次80周年とか、はい、90周年とか100周年かなと思ったら、はい、やっぱりそのエンジンの切り替えの関係で、はい、今回ちょっと中途半端な数字であるんですけど75周年でこの V8 が追加されてると、はい、で先代のその V8 モデルだとなんか結構探してる人もいるぐらい、うん、レアな存在になって、はい、現在でもなんか中古でもかなり高値が高値になりますし、で取引されてる車と、はい、本当にね先ほど言ったら BMW 製になっちゃうんで本当のこのエンジンはっていうやっぱりセールストークだったみたいです新車で。なるほど。やるときにはなので今後も価値が強化されていく車になるんじゃないかなと、はい、そうですね。このエンジン自体ですね。他はちょっとねこれから話してそうですか。僕の中ではかなり、はい、あ、そうですか、評価高いんですけど、はい、そして金額のところが今回動画なんで具体的な金額は控えますけれども、はい、エントリーグレードのおおよそ倍倍ですね、はい、ただ価格いろいろ見てたんですけど、うん、中間グレード以上でオプションいろいろつけていくと、うん、結構近い金額になりますよね。なりますし、なんか結局ディーゼルモデルと V8 モデルとの比較をしたときにやっぱり全然違うじゃないですか。そうですね、はい、だからその差額をどう捉えるかだと思いますけど、まあ、そこはねやっぱり車好きな人は逆に安いんじゃないかなっていう。確かに、はい、だからゲレンデだって400と63全然価格差あるけど、ね、内容違うじゃないですか、はい、なのでそこら辺を見ていただければ、はい、まあ、十分納得できる内容なのかなと、うん、で今回ご紹介させていただくのが、まあ、限定車ということでいろいろスペシャルなところがあると思います、ね、外観からまず見ていきたいんですけども、はいはい、これボディカラーがすごいですね、うん、カルパチアングレイプレミアムメタリックなんですけど、はい、なんかちょっと雰囲気違うなと思ったら、うん、これプロテクションフィルムが純正で施工されてるんですよ、はい、そうなんですね、はい、だからマットカラーになってる、はい、だから普通のカルパチアングレーをイメージしていると全然違う色になりますよね、はい、でちなみにそのカルパチアンエディションの名前の元にもなってる、はい、そのカルパチアングレイも、はい、標準で選べるんですよね。選べます、はい、なので別に色は特殊じゃないですけど、はい、今回その純正のプロテクションフィルムが施工してあるんで、はいはい、もう全体的にマットになってる。でも純正プロテクション確かコンフィギだと多分5、60万ぐらい。あ、このマットもできるんですか。できます、オプションで、はい、じゃあ一応外装似た感じにするのは標準グレードもできちゃう、はい、できますね、はい、で純正のフィルムなんで若干こう僕らアフターをやってる人間からするとですよ、うんうん、ちょっと爪が甘いですね。そう、そこはね、はい、ただやっぱりかなり綺麗に貼られてますね、はい、だキワキワまで多分耐久性なんかも含めて貼られてるんで多分詰めてないんだと思うんですけど、うん、少し本当にわずかにこの縁の部分にベースのこうツヤが出てる。でもオプション価格からしたらそんなに高くないですからね。確かに確かに、うん、
まあ後でやろうと思ったらもっとかかりますから。そうですね、はい、そしてあとはボディカラー特徴的なのがツートンになってるんですね、はい、コントラスト、はい、このボンネットもそうだし、はい、ランドローバー系定番のルーフもそうだし、この後見ていただきますけども、リアゲートも、はい、だから真ん中がちょうどチェアリのだからまあ X みたいな感じですよね、グレードでいうと。あ、そうですね、はいはい、ということでツートンのこんな外装になってる。あと細かいところでいくと、このロゴだったり、あとグリルのこの真ん中がこのグレーになってる、はいはい、なんか絶妙 なんか色の塗り分けですけど、すごい立体感あって、うん、はい、さすが純正って感じしますよね、はい、だから各部もいろいろグレーになってたり黒くなってたりして非常にまとまってると。そうですね、であとはやっぱり V8 ジョイグレードじゃないですか、はい、LED のこのアダプティブのヘッドライトも全部標準と、はいろいろコンフィグ見たんですけど、うん、V8 になると極端に選べるもの少ないですね、標準が多いんで。あ、そうです、そうですね、はい、もうベースグレードだと全部オプションじゃないですか、うん、もうポルシェみたいな、はい、だからもう V8 だと一番トップグレードなんで、うん、まあ、いろんなそういったもの必要なものが全部ついてくると、うん、はい、こんな感じになってると。そして早速横に回ってってもいいでしょうか、はい、で今回ご紹介させていただくのが90ということで、はい、ここがねまた先ほど言ったそうですねマニアックな、で今ラインナップとしては、はい、ボディサイズ3サイズ、はい、90と110、はい、130って言えばいいですか、はい、130の3種類ある、はい、で僕一番おすすめなのは90なんですよ、うん、なぜ意外にこれが、はい、この内装見てもらうと分かるんですけど、はい、めちゃくちゃ使い勝手が良さそう、はい、そしてあとは110以上でかいすぎないですか、はいはいはい、もう130だともううちの女子は絶対無理なん でそれでも110でもかなりでかいなって感じするんで、うん、このサイズだったら結構使いやすいんじゃないかなっていう僕の個人的な見解です。いやでも僕もやっぱお客様と話させていただいてて、意外に90って人気なそうって思われるんですけど、そんなことないんですよね。あ、そうなんですか、はい、で実際乗ってる方にも聞いてても、いや全然いいよって皆さんおっしゃるんで、僕は結構その意見を賛同します。ただ全体の販売量でいくと、はい、9割が110らしいですよ、はい、110そうです、ね、ものすごいこうニッチな、はいはい、グレードでニッチなボディサイズになってくる、はい、まあまあそうですよね、はいはい、そして足元を見ていくと、足元、標準も限定の20インチのホイールなんですけれども、はい、今回オプションのさらに台形のホイール22インチが装着されていると、はい、お金かかってますね。そうですね、でも結構僕いろいろディアドラ見てるんですけど、これオプションじゃないですか、オプションですけど、帰ってきてるカルパチアングレーのやつってワンテンも含めてみんなこれ履いてますよね。あ、そうなんですか。もともとオプションだけど、あ、日本仕様漏れなくこれみたいな、漏れなくじゃないかなってぐらいついてますよね。だからもしくはもうディーラーさんの方でかなり積極的に進めて22インチになってるんじゃないか、はい、こちらになってると、はい、そしてあとはキャリパーの方が大きい6ボットのキャリパーになってて、はい、まあ、しかもキャリパーもブラックになってる、はい、あとはサスペンションの方がエアサス標準になってるということで、上げ下げもできる、はい、こんなサスペンションになってると、はい、であとは各部このボディ下も黒なんですよね。なんで横から見てもツートンになってると、はい、そして V8 のエンブレムもしっかり入ってて、はい、あとはこの方のディフェンダー何がいいって、はい、オフロード性能もそうなんですけど、うん、そのデジタル的な装備も融合して、うん、さらにこう便利になってるんですよ。例えばそのサラウンドビューのカメラがついてて、あ、はいはい、で横のこう水深なんかをセンサーで測るんですよ、うん、はいはい、だから水深90センチぐらいまでいけるんですよ、うん、確か車が、うん、います、はい、でしかもあとどのぐらいいけるかって90センチって言われても分かんないじゃないですか、うん、それがそのセンサーであとどのぐらいいけるかも分かるんですよ、ね、あ、だそういうセンサーなんかも全部ついてると、はいはい、であとはボディ結構この型になって、うん、ラダーから普通のモノコックになって、うん、どうなのちょ微妙じゃないの、うん、結構言われる機会も多いじゃないですか、うん、ボディ剛性めちゃくちゃ上がってるんですよ。上がってますね、はい、なんか一般的なラダーの車の3倍ぐらいねじり剛性あるらしいですよ、はい、ラダー信者の方にはもうどうしようもないですけど、うん、もう単純にオフロード性能で言ったら圧倒的にレベルアップしてると。でもやっぱりこれディフェンダーもデビューしてもう数年経ちますけど、評価やっぱり徐々に上がってきてる。上がってますよね。上がってる気がしますよ、やっぱり、はい、やっぱりいい車だよねっていうのはすごく聞きます、うん、はい、そして後ろ回ってて、後ろも同じく22インチのホイール、はい、でキャリパーは後ろは片押しになっちゃいますけど、はい、同じように黒くペイントされてるんですよ、はい、すごくいいですね、はい、あとボディサイズやっぱり90なんで、うん、これ短いんですけど中びっくりなんですよね、うん、ね、後でね、はい、座ってこれはこの後ご紹介させていただきます、はい、そして後ろに回っていくと、後ろもカルパチアンエディションのいろんな部分があって、先ほど前で触れた通りリアゲートがグロスのブラックになって、テールもこのスモークっていうんですか、はい、ダークティントのこちらのテールになってる。なんかこれちょっとアフター感が感じちゃうぐらい、うん、はい、かっこいいですよね。大胆なテールです、はい、そしてあとは各部もグレーになってたり、あとはマフラーですよ。ここでしか見分けつけられないですよこのちょっと違和感があるぐらいのテール、うん、ディフェンダーで4本出しですかっていう、はい、こちらのマフラー専用も、
そして音もいいんですよね。音がねいい、めちゃくちゃいいですよね、うん、これディフェンダーからする音じゃないですよね、うん、というわけでこれね僕ねマフラーの音はこれ感じたことないんですけど、ちょっと聞いた話だとワンテンよりもいい音するらしいですね、やっぱり。あ、そうなんですか。あ、取り回しの関係で。そう、取り回しの関係で。あ、確かにその管は圧倒的に短くなります。そうそうそう、比べたことないですけど、いい音するよって言ってました。なるほど、はい、その辺はじゃあこの後お届けしたいと思います。 そうですね、はい、そしてトランク見てみますか。はい、はい、こんな感じで、はい、この辺は標準の仕様と変わらないですよね。変わらないですね、はい、で今回は走行距離100キロということでほぼ新古車なんで、はい、まあ、コンディションも良好、多分1回も使ってないですよね。多分使ってないでしょうね、はい、はい、こんな感じになってる。シートも、4-2-4で出せるんで、はい、長物もいけると。そしてあの段差は少しだけあるんですよ ね、 そうですね、リクライニングしても、はい、倒します。倒してみましょうか。はい、ここを倒してヘッドレストを倒して倒すと、これで、はい、座面を上げて、上げて背もたれを下ろす、そこに倒せば、はい、水平ぐらいまでは倒れる、はい、こんな感じですね。ただこのトランクの高さというかここのフロアと背中の少し差がどんくらいですかね、10センチぐらい、そうね、12センチぐらいですかね、はい、はあると。ただもの、はい、ワンテンはでもフラットになりますもんね。確か90の場合だとやっぱり段差があるのかな、ちょっとここだけはあると、はい、ただシートに直撃しないようにちゃんとこのアルミのフレームが入ってるんで、まあ、使い勝手はそんなに悪くないのかな、ね、はい、ゴルフバッグはきついですよね、シート起こしてると。あ、起こしてるとね、そうね、はい、きついですね。こんな感じのフランクになってる。そしてあとは車高の上げ下げだけは後ろからエアサスですからできるようになってる。ただもともと結構これは高いんで、まあ、ここで数センチ上げ下げしたところでっていう感じはしますけれども、そうね、はい、ここで一応上げ下げはできるようになっております。続いてインテリア見てみたいと思います。小島さん気づいちゃいました、はい、これ外のドアノブプロテクション貼ってないんじゃないですか。一番貼ってほしいところに貼ってなかったですよ、この中と。あ、中とね、はい、ここと。ここはじゃあ、はい、お買い上げいただいて。そうですね、ここはせめて貼りたいですよね、はい、爪当たるじゃないですか、ご依頼いただければ、はい、そしてインテリアはこんな感じで真っ黒黒で統一されてて非常に高級感ありますね。あのディフェンダー結構インテリア種類あるんですよね。 バリエーションってことですか。バリエーション、はい、はい、あります。で今回のカルパチアンエディションの場合だと、黒で統一されたこちらのインテリアになると。で特徴的なのはステアリング、スポーツカーかっていうぐらい の、 あのレーシーなステアリングが、はい、ついてるんですけども、これが、スウェード調の一周巻いてあるこちらのステアリングになると。であとはパネル類なんかも全部黒で統一されてるんで、まあ、非常に落ち着きがあるインテリアになってる。あと今回走行距離が100キロということなんで、まだ新車の匂いバリバリしますね。そうですね。で装備なんかも非常によくって、シートも 14mm のシートがついてたり、うん、V8 のスカフプレート、そしてメリディアンも標準装備ということで、はい、まあ、この辺申し分ないんじゃないかなと。逆にもうオプションがないぐらいですよね。確かに、うん、もう絶対つけなきゃいけないっていうオプションがもう標準装備でついてる感じですよね、はい、こんな感じのインテリアになっております。続いて乗ってみたいと思います。これ今標準の車高になってますけど、うん、結構高いですね。高いね、はい、女性の方だと、はい、まあ、ハンドル握ればあれですけど、はい、グリップとかないじゃないですか、はいはい、でもこっちはグリップないですもんね。助手席とかこういうところにも乗せられるからね、はい、なんでステップ欲しいなって思ってしまいました。電動サイドステップワンテンはあるんですけど、ナインティあるかどうか分かんないです。いや、あの僕納車した車はつけて。あ、本当ですか。大丈夫です、はい、じゃあ大丈夫です、はい、であとオプションとか、はい、アフター品も結構あると思いますんで、はい、まあ、その辺ご相談いただけるといいかな。で僕のちょっと長すぎる足でもちょっと大変かなっていうぐらい。嘘です。はい、嘘ですね、僕大丈夫なんで、はい、みんな大丈夫です、はいはい、乗り込むと、はいはい、あ、一応あのステップの V8 を触れていただいて、はい、それ先ほど触れました。あ、これイルミ付きなんですね。イルミ付きです、はい、ちゃんと光るタイプのこちらの V8、はい、でもそこを握ってもらえれば結構良い章で。いや、それ小島さんも足が長いからですよ。あ、僕もね、足がね、はい、そうですね、はい、なんでちょっとお子さんだったり、はい、女性の方でこうやっぱりあんまり足開いて乗る、はい、っていう方はつけていただいた方がいいかなと。で乗り込むと、いや、このモノトーンのインテリアいいですね。落ち着いてますよね、うん、エボニーモノトーンインテリアでしたっけ、はい、そして先ほど触れたステアリングがこんな感じで、はい、もうケバケバなんであんまり触りたくないです、はい、そしてこれエンジンかけるとこの辺の表示が出てくるタイプですよね、はいはい、でメーターなんかは特に V8 だからといって、はい、なんか特徴的な表示があるわけじゃないですよね、はい、メーターなんか共通、回転数なんかはちょっと微妙に違うかな。レブリミットなんかは多分ちょっと違うと思います。そして一回止めちゃっていいですか。でもやっぱりね、はい、年式によってデジタルじゃなかったりするのもやっぱりあったので。なるほど、はい、デジタルになってるのがいいと思います。プロ液晶のデジタルのこちらのメーターになってる、はい、あと
ヘッドアップディスプレイなんかもついてる、はい、これまだ新車の表示は貼ってありますね、はいはい、そしてナビゲーションはこんな感じで、ここは特に2024年モデルだからって変わってないですよね。変わってないですね、はい、でいいと思うのは、まあ、この辺はもうちょっと飛ばしちゃいますけど、まあ、今時なナビじゃないですか、タブレットと変わらないで、エアコンはちゃんとこっちに出てるんですよ、はいはい、なんで物理機なんで、はい、エアコンは非常に使いやすいと。でしかもシートヒーター、ベンチレーション両方ついてる、これめちゃくちゃ優秀じゃないですか、まあ、これでもね、あのハイグレード全部ついてますからね、はい、リネンダーは、はい、でも最近何でもかんでもデジタルにするじゃないですか、うん、はい、ここがねデジタルじゃないってことでしょ、ちゃんと手袋してても使える、はいはいはい、物理機、うん、そしてあとはモード切り替えなんかはこれ共通になってるんですよ ね、 なってますね、こっちを押すとモード切り替えにこれボタンが切り替わって、はい、これで切り替えられると、はいはい、ここをちょっと触れておかないとダメなの、どうですか、ダイナミック、あ、ダイナミック、これは V8 からなんで、あ、そうなんですか、はい、ダイナミックが追加されてると、はいはい、これバルブもついてる感じですか、ついてるマフラー、マフラーちょっと音変わったもん、ね、確かにこれはちょっとじゃあ試乗の時にちょっと変わって、ね、はい、変わりますから、ね、試してみたいと思う、はい、そしてあとは、シートヒーター、ベンチレーションもそうなんですけど、なんとステアリングヒーターももちろんついてると、うん、はい、最強っすね、もうだからもうここまでね最上級グレードなんでもうないですよね、確かに、はい、そしてここセンターコンソール行くと、はい、USB のタイプ A とタイプ C と、さらにここにもタイプ C ついてるんですよね、はい、はい、充電の奪い合いにならない感じで、うん、でこの辺はかなり大型のちょっと小物入れというか、はいはい、ものが置くとこついてて、ドリンクホルダーと、はい、置くだけ充電と、はいはい、保冷ボックス、はい、これ標準装備ですもんね、標準装備です、はい、さすが V8、はい、あ、イルミネーションもついてるんですね、ついてます、はい、こんな感じになっております。そしてシートはホールドは正直あんま良くないです、背中は少しホールドしてくれる感じですけど、座面に関してはだいぶゆったりです。そして調整の方は14ウェイ、ホールドはあんま変わんないですけど14ウェイなんで細かく調整できるのと、一応フルパワーになってると。でもう一つポイントなのはフルパワーなんですけど、助手席も同じように14ウェイのシートなんですけれども、はい、これ後席でじゃあ紹介しましょうか、便利機能が追加されてると、うん、追加されてるか削除されたか、削除されてるかちょっとしか分かんないですけど、はい、それはちょっと後席で触れたいと思います。 あとここでちょっとデメリットだけ1個、はい、いいですか、テレビがなかなか入らないっていう、テレビなんか設定ないんですよ、で外部で入れても、はい、AUX 入らないんで、はい、要はその携帯電話を通してじゃないと入れられないんですよ。あ、これテレビ後付けしようとすると結構ハードルが高いってこと、めちゃめちゃハードル高いです。だからこの画面に要はなんていうか、ミラーリングをしてテレビを映してあげるっていう感じなんで、これはあの皆さんつけたがれる方いらっしゃるんですけど、一応なるほど、そこがデメリットだと。デメリットっていうか、ね、大変だなっていう。テレビは皆さん諦めましょう、テレビじゃなくてあの景色を楽しむ車なんで、いや、はい、うちのねオーディオ部門の仕事がなくなっちゃうじゃないですか。なんでまあ心得ていただいた方がいいってことですよね。そうですね、テレビつけるんだと、はいはい、テレビはもう、はい、あのディフェンダーっても標準装備ないので、なるほど、はい、それはもう90でも110でもなりません、はい、全部一緒と、はい、そして足元はこんな感じで、この足元めちゃくちゃいいなと思ったんですよ、うん、っていうのはあのカーペットがこれビニールじゃないですか、はいはいはい、でもガンガン使える、はいはいはあ、濡れようが何しようが関係ない、うん、そしてペダルはこんな感じで、ブレーキとアクセルペダルはこのステンレスのカバーがかぶってて、フットレストはそのままカーペットというか、はい、このビニールのカーペットがそのままフットレストになっていると。でフォーメーションもかなりいい感じです。でアクセルペダル広い、ちゃんとなんかでっかい靴履いてても踏めそう、うん、やっぱりすごい考えられて作られてますよね。確かに、はい、だからこれ全然こんな靴じゃなくて、もうちょっとごついブーストを履いても多分踏めるようになってるんじゃないかな。であとはもう一個気になったんですけど、フードを開けるこれレバーあるじゃないですか、うん、でこれここにドアに突起ついてるんですよ、うん、これドア閉めるとちゃんと突起がここに来て、うん、引けないようになってるんですよ、絶対。そういうことね。そう、走行中になんか間違って引っかかっちゃったりとかしても、はいはいはい、絶対開かないようになってるんですよね、はいはいはい、すごい。でもやっぱ考えられてますよね。そうですね、まあ、あとは細かいところで言うと、こういうところにも収納的なちょっとしたのがついてるんで、うん、だっていろんなところがこう持てるじゃないですか。そうですね、このアクロバティックなところ走るオフロード、オフロードね、はい、はい、だから誰かが言ってましたけど、あのイギリス流の仕事の車らしいです、うん、仕事っていうかさ、はいはい、遊びの車、遊びの仕事、はいはいはい、らしいです、はい、そしてピラーはこんな感じで、モケットのピラー、はい、で結構厚あるんですけど、運転席からの視界だとすごく細く見えるんで、視認性もすごくいいです。角度がやっぱりこういう角度になってるんじゃないかな。そうですね、だから助手席はちょっと太く見えますけど、うん、運転席はちゃんと細く見えるんで、まあ、視界も良さそうです。そしてここ物申していいですか、小島さん。何ですか、バイザー。バイザー、はい、あの車のキャラクター的に今回このバイザービニールなんですけど、はい、これはいいです、はい、全然いいです、はいはい、これはちょっとやめません。どれこれ、発煙筒はグローブボックスの中にあります。いや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 
いやそれ剥がしましょう。いや剥がせないんですよ、これプリントなんですよ。嘘、本当っすよ。うわ、これは最悪っすよね。ちょっとそれは知らなかった。いやこれせめてシールにしてほしくないですかね。はい、いや運転席から視界に入るんですよこのシールが。あー、はい、うちのカメラマンには土屋さん気にしすぎですよって言われましたけど、これはちょっと、ちょでもさ、こうやってさ、サンバイダーでこうやって走るじゃない。そう、向こうから見えるじゃん。歩けないよね。ですよ ね、 ちょっとね。だこれせめてシールにするか、うん、せめてここにしてほしかったんです、ここ。あー、そうね。まあ、シールじゃないですか。僕、歴代こういうあの後からの注意書きは全部剥がす派なんで。もう剥がす。剥がしたいんですけど、これプリントなんで。で、ここにあのテープ貼る感じだね。テープ貼るぐらいだったら本国のバイザーを取って交換したい、うん、これはちょっと前回のディフェンダーで気がついてるかどうか分かんないですけど、こんな感じのバイザー、でもそれで全然気がつかなかったな、ディフェンダーなんだよ。いやこっちはいいですよ別に、エアバッグのやつは。まあまあまあね、うん、そしてミラーはこのデジタルインナーミラーになってると、はい、これ倒すと普通のミラーになって、はい、起こすとデジタル。まあ後ろ、いや視界めっちゃ悪いんで、これデジタルの方が絶対これは必須っすね。必須です、これは必須です。背面タイヤもありますし、ヘッドレストが結構視界遮っちゃうんで、はい、これもだってあの、はい、年式ではつけられなかった年式もあるんで。そうなんですか、はい、こんな感じになって、これは絶対必須です。そしてルーフはこんな感じで、これ開きはしないんですよね。開きますよ。あ、開くんすね。開きます。え、めっちゃでかい、うん、あ、でもそんな開ききらないんです。開ききらないです。なるほど、それは、ね、半分ぐらい、20センチ、30センチぐらいまで開く、はい、このサンルーフもついてると、はい、で当然シェードもついてるんで、はい、便利に使えると、うん、え、これめちゃくちゃいいっすね。いいです、これは、はい、ただボタンは別々なんですね。ボタンは別です、はい、これもしかしてシェードボタンを押しても閉まらないやつですか。あー、閉まらないんだ。やっぱりシェードはシェード、シェードはルーフはルーフ、はい、こんな感じのルーフもついてます。続いて後席見てみたいと思います。後席がなんとこれレバーでこうワンタッチで倒れせるのもそうなんですけど、ここがなくなったんですね。そこです、そこですね、はい、ここもともと電動でこう前に出したりスライドしたりする感じだったんですけど、それがレバーになったということでワンタッチで、これ良くないですか。これはね絶対いいと思います、はい、そうっすよね、はい、というわけで以前よりかも後席に乗り込みやすくなったと。乗ります、はい、そして後ろの席は今小島店長が乗っておりますけれども、はい、90初めて見た時びっくりしたんですよ、はい、こんなに後ろ広いのって。広いです、広いです。一応でも乗るときってさっきも言ったさっき以上にステップがあった方が乗りやすいです。これ確かにちょっとこのスペースでこうね、やっぱり乗るのは大変ですよね。乗るのはね、一回乗ってしまえばこれぐらいのスペースあります。だ入っちゃうと後ろめちゃくちゃ広いんですよね、はい、身長168です。で頭拳2つぐらいで足も1つあるし、これだとさっきツッチ結構後ろにしたでしょ。してると思います。どんな感じ。はい、じゃあベスポジに、僕ベスポジに、最近あのちょっと調子に乗って足が長いふりしちゃうんで、うん、あ、でも全然全然ですよ、はい、拳2つで大人4人乗って全然窮屈じゃない、うんうん、窮屈じゃないですね。シートはでもやっぱりちょっと硬くてちょっと直立系ではありますね。リクライニングがない感じになってアームレストついててドリンクホルダー2つついてますね。でしかもリアもエアコン当然ついてて、うん、はい、なおかつシートヒーターも標準装備なんですよね。ちょっともう一個は、はい、でここで流してもらう。ベンチレーションまではさすがについてないですけど、ベンチはないですね、はい、シートヒーターがついてると、ついてます、はい、だからお子さんとかねいいと思いますよ。めちゃくちゃ良くないですか、うん、であとここに持つところもあるんで、ここもアクアクラアクラ、はいはいはい、え、言わせてよ。アクロバット、そう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 オフロードです、うん、で一番すごいの視野が広い。あー、確かに。この上部のガラスがあって、しかもここも広い、はい、これあのオプションでここにあるじゃないですか、箱入れちゃったりすると、はい、それをするとちょっと見づらいですけど、これないんですごい視界も広くて全然僕後ろいいと思いますよ、乗り込んでしまえば。で感覚的にもその狭いというか閉じ込められてる感あんまりないです、うん、全くないですね。このルーフもあるし、はい、これ僕すごいいいと思いますよ。これ何ルーフって言いましたか。こういったなんだっけ、わからないです。アルプスなんとかって言ってる人いるよね。調べてます、うん、いいっすよでちゃんとメリディアンのツイッターも、はいはい、ついてると。で後ろのここにもねスピーカーついてるんで、あ、ここですね、はい、あ、ルーフにもちゃんとついてるんですね。はい、ついてます。じゃあ全然その後ろの座席だからって、うん、あのいろいろ省略されてることもない、うん、快適っていう感じでもいいんじゃないですか。でやっぱり座面ちょっと高い気がする、あの後ろが。あ、なるほど。前に行くから、だから視界がでもツッチここで証明する、はい、俺だってここだもん。
ほら。なるほど。じゃあちゃんと前も見れる感じ。見える感じで、はい、うん。こんな感じのリアシートになっております。で、じゃあ乗り降りだけ最後小島店長、はい、お願いしていいですか。ちょっといいですか。これちょっと。怖いんで靴脱ぎます。こんな感じです。あそこだけっすね。ここがねちょっとね、だこれ多分ステップあれば、うん、もっとスマートにいけると思うんですよね、うん、でここはね、はい、でもまあ多少わんぱくでも第一歩目がこう大人だとここに足かけるわけいかないじゃないですか、うんうん、だここをまあ養生してもいいかもしれないですけど、うん、ただ入ってしまえば、うん、先ほど見ていただいたように、うん、かなりこのスタイリングにしては快適な鉱石になってるんじゃないかなと思います。続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンの方が 4999cc V8 スーパーチャージャー。最近あんまりスーパーチャージャーって聞かなくなりましたね。そうですね、やっぱりでもここが今回の主役と言っていいほどの需要があるところじゃないですか。確かに、しかもジャガラングループのちゃんと伝統のエンジンなんですよね、はいはい、どこかからあの同じエンジン積んでる車がありますよとかじゃなく、はいうんうんはい、こちらのジャガランのエンジンが積んでると。で馬力の方が525馬力ですよ、このサイズでねそしてトルクの方が625ニュートンということで、トルクに関してはやっぱりディーゼルの太いんで、うん、あのそんなにこう驚く数字ではないんですけど、うん、やっぱり馬力は圧倒的に馬力ありますけど、でもスーパーチャージャーって多分ターボと違ってどっからでも出るじゃないですか。そうですね、だからそのトルクの差ってあんまないんじゃないかなって感じしますけどね。そしてこれに組み合わせるミッションの方が発足オートマンで、マックスこのなりで240キロ出るらしいです、はい、スタンダードの一番エントリーモデルだと最高速190キロなんで、まあ、どちらにしよう日本だと試しようがないんですけど、一応ポテンシャル的には240キロ出せるギア比とパーになってるそうです。続いて透過類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。今日はね、ここが楽しみですからね。でも今日距離少ないから一周ですよ。はい、承知してます、はい、めちゃくちゃ乗りたいんですけど、ね、承知してます、はい、90とか110とか、うん、130、130とか言うじゃないですか、うん、あれってホイールベースなんですよね、うん、ただ現代のホイールベースとはもうかけ離れちゃってるんですよね。みたいですね。だからポルシェで言ったらターボみたいな、うん、もう概念みたいな、そうね、ターボじゃねえけどターボだぞみたいなね。そしてこの音っすよ、うん、めちゃくちゃ音よくないですか。いいね、もう一回いいですか、はい、これあれでしょ、 あれが入ってないからキュル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 が、そうっすよ、スッチーの大好きなキュルキュルが、はい、ハイブリッドじゃないから、うん、はい、これディフェンダーからする音じゃないですよね、うん、レンジっすよレンジ。やっぱりその一時期これがデビューした時って、はい、すぐ出て、はい、あの注文できなくなったんですよ。え、そうなんですか。そうですよ。それで最近、はい、つい最近再開して、は
また V8 頼めますよみたいな感じになってますね。でカルパチはもちろんエディションは頼めない形なので、今で新車で聞いた時は夏過ぎですね。そんな感じなんですか。そうですそうです。でもそれでもプレネじゃないじゃないですかこれ今。だから新車考えてる方だったらもう全然買いだと思うんですよ。そしてカメラはこんな感じで、これめちゃ便利ですよね。そうそうそう。これもうだからあの便利なもそうなんですけど、山に行った時にちゃんとそのタイヤがその足場に乗っかってるかとか、うん、はい、ギリギリまで寄せられてるかとかって全部見れるっていう、まあ、最近こうサランドビューついてる車も珍しくないですけど、やっぱりディフェンダーについてちょっと意味合いが違うなと、うん、はい。そしてこれあれですか、ブレーキオートホールド的なのがあるのかな。あ、ホールドがついてんだ。やっぱりそう、すぐこれオートホールド効きますね、うん、アニメーションブレーキアップついてます。本当だ、連動だ、ちゃんと連動してる、連動してる、すごい。そしてですね、これブレーキホールドがめちゃ早く効くんで、うん、あのバックで切り返しするときとかも全部いちいち止まっちゃうんですね、うん、まあ、アクセル踏めばそのまま解除になるんで、まあ、これはこういうもんだと思って乗っていただければ。わ、めちゃスムーズ。わ、ブレーキめっちゃ効く、ブレーキめっちゃ効く。ほら、もうオートホールド、これダメになっちゃいますね、人間が。すぐオートホール、強く踏まなくても、うん、設定変えられない、はい、変えられるんですかね。いや全然いいですよ、大丈夫です。いいですか、はい、行きましょう。あとちょっとステアリングはちょっとこれ気使いますね、ケバケバ、ケバ、ね、はい、うわー、めちゃトルクある。え、なんか気のせいかもわかんないですけど、車がなんか、うん、でかいじゃないですけど、なんかすごいこう重厚感すごいですよ、うん、普通のモデルより。重さはそんな変わらないですよね。もちろんエンジンでかい、多少重くはなってると思うんですけど、うん、でもなんか なんだろうか、どっしりしてる感じですよ。なんかなんでしょう、この音で騙されてる、騙されていますかね。今まで乗ったことないなんかディフェンダー、感覚しますよね、感覚する、すごい。こんなディフェンダー初めてって感じですよ、うん、アイドリングストップ、うん、アイドリングストップはちょっと、あ、そうですよ。いや、スタートの時はキュルキュル欲しいんですけど、うん、僕の意思と別のところでキュルキュルしてほしくないんですよ、うんうん、まあ、お土地はわがままですね、はい、これはまあ致し方ないかな。めちゃくちゃいいな。ちょっとダイナミックしましょう。そういう車なんですかね。はい、そういう車なんですかね。ダイナミック、ダイナミック、はい。めちゃくちゃいいな。本当にでもラインで家の車欲しいなと思ったんですよ、うん、はい、だこのサイズだったら困んないじゃないですか、うんうん、ワンテンちょっとでかすぎるかな、うん、あと圧倒的に一人で乗ってる時間の方が多分長いんですよ、うんうん、で家族で出かけるときに荷物が詰めたりとか人を乗れたりしたらいいなと思ったんですけど、うん、でも普段が結構無駄が多いなみたいな。でもこれある種すごい究極に贅沢な車だよね。確かに このサイズでだってゴリッタ V8 ですよ。 V8 でしょ。燃費も決して良くないですけど、うん、でもこれだったら本当に大人4人が全然窮屈じゃなく乗れて、うん、あとは問題は4人分の荷物は詰めないってとこですよね、うん、だから、ね、その人数で買う人が買うわけじゃないんですよ、はい、やっぱ2人乗りとか1人でメインに乗ってみたいな感じの、はい、まあね、多分2人で乗るのが一番ベスト、うん、でエアサスなんで当然少しふわふわ感あるんですけど、うん、まあ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 って感じです、うん、まあ、スポーツカーじゃないんで。でも剛性すごいですよね。でもなんか本当に最初に乗った瞬間にあれ、これディフェンダーって感じしましたね、これ。ラダー派の人には大変申し訳ないですけど、うん、全然ちゃんと作ってるモノコックは合成あると思いますよ、うん、めっちゃトルクある。でも私のお客様でディフェンダー乗ってる方で、はい、ワンテンも130も乗ってる方いらっしゃるんですけど、はい、その方が今回 V8 乗られたんですけど、はい、別物だって言ってました、ね、全然車って別物だよ、ね、違う車に感じますもんね、うん、本当にそれがなんか今、うん、お話聞いてたのが、うん、なんか乗ってみて、あ、そうなんだっていうのが、ね、ちょっと納得しましたね。ちょっといいですか。はい、どうぞ。早い、これは早い。でも安定ですね。そうですね、うん、驚くほど早く
あ、でも早いな。あ、これめっちゃ早いっすよ。パドルもついてんすよ、だって。あ、パドルってあれから V8 からですかね。あ、そうでしたっけ。パドルハンドル、そうっす。パドルは V8 からです。ふざけてふざけてないですか、これ。これ楽しいな。これちょっとあれですね、あんまりちょっと、なんていうのかな、外見っていうか外見であんまりちょっとこう派手な車乗れない人で、ちょっと狂ったって言い方なんだけど、ぶっ飛んだ車欲しい人にはそうですね、ビンゴかもしれない。これにまさかだって V8 積んでるって絶対思わないですよ、ね。うん、絶対思わないですよ。いや、いいな、めちゃくちゃプロプロ。これはいいっすよ。これ欲しい。トルクすごい。本当に。やっぱりまあ比較するんだったらゲレンデなのかもしれないけど、ゲレンデよりやっぱりちょっとなんかこう、イギリス車っていうとなんか、はい、合っているような感じ、ちょっと上品な感じしますね。ああ、そうっすね。うん。荒々しいエンジンとかもちょっとこう荒々しい感じはしないけど、上品にこうちょっと。でもなんかこの視界で V8 サウンドがして、うん、なんかちょっと63を感じますよ、ちょっと。うん、63感じるけど、なんか63よりかはちょっと、また違いますかね、うん、ちょっとマイルドな感じするなって感じがして、はいはい、もうちょっと懐が深い、オフロードの懐が深い感じします、うんうん、ちょ、これ山行ってみたいですね、ちょっと。じゃあそこら辺って多分すごいポテンシャルあるんだろうね、やっぱり。まあもちろんのことね、だってロックとかにするじゃないですか、車高わかるじゃないですか、うん、これ足回りのあれも全部出ましたね、確か、うん、角度とか、うん、これロールエンジンじゃないとダメか、うん、これ今はこの信号待ちやることじゃない失礼しました。これ楽しいな、これちょっとキャンプ行ったりしたいですね、うん、高速乗ってもいいし、あとこの長さだったら都内でもそんなに困らないかなって、うん、まあ幅はありますけど、うん、乗り心地いいし装備いいし、うん、だ室内車内 の、 その高級感を求める方には、うん、そういう車じゃないじゃないです か、うんうん、だかそこには全く向いてないんですけど、うん、いや本当に良き相棒として道具として使いたいんです、うん、じゃあもうこれ以上ないと思いますよ、うん、だからまあそのね、さっき の、 あれで希少な車だからこそかもしれないですけど、はい、まあちょっとその回転率で乗り換える車ではないのかもしれないですね、うんうん、もしかしたらやっぱり長く付き合っていく、ね、車なのかもしれないですね。じゃあおそらくですけど、これ多分すぐなくなりますよね。そうですね、実際今時点で業者さんからのお問い合わせってすごいもらってるんですよ、はい、あ、そうなんですか、はい、でも一応私どもやっぱりエンドユーザーさんにお届けしたいんで、はい、それはちょっと申し訳ないですけど、ちょっとお待ちいただけますかっていう、はい、回答をさせてもらってますね、はい、だから需要はあるなっていう感じはしますね、はい、まあ、一応もうそろそろ終わりなんで、ツッチーにこの車、はい、ボンド的にやるとしたら、あ、そう、それ言うの忘れてましたね、はい、ディフェンダーアフターパーツめちゃくちゃあるんですよ、はい、で特にその海外のアフターパーツめちゃくちゃあるんですよ、うん、要は海外の方が盛り上がってるっていうか、うん、そういう使い方されがち、うん、で本当に外装もそうだし、うん、もういろんな部品が出てるんで、うん、僕的にはステップは早急につけたいです、はい、はい、電動でも、うん、スライドレールって言うんじゃなくて、はい、ああいう武骨なサイド、はい、ステップでもいいんですけど、はい、つけて、うん、あとはちょっと収納足りないんで収納足したいですね、うん、上にルーフ上か、まあ、もしくはヒッチつけてヒッチの先か、うん、まあ、ちょっと分かんないですけど、うん、はい、そしたらもう土屋家のファミリーカーになりえるなっていう自分の車じゃん。あとはちょっとお財布等の、はい、うん、問題だけかなっていう、うん、業者さんにもお断りしますけど、土地もお断りします、はい、僕業者カウントですか、はい、本当ですか、はい、そこ個人カウントしてもらえないですか。いや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 、業者としてカウントされちゃうんですか。定価ですよ。本当ですか、はい、定価です。あとちょっと金額の部分かなと思うんですけど、うん、これ多分今後も評価されていく車だと思うんですよね、うんうん、だそんなに台数もないし、うん、そんな雰囲気ありますもんね、最近。まあ、うん、ありますね。出たての頃より、うん、ディフェンダーのこの良さがなんか、うん、評価認知されてきてるというか、うん、評価もね、うん、一時期やっぱり相場市場感も上がったんですけど、はいはい、それってないから上がったっていうのもあるんですけど、うん、そこからガーッと急激に落ちるかなと思ったら落ちないんですよ、うんうん、やっぱそれって車の評価されてるからだと思うんですよね。やっぱり満点もそうですけど、うん、やっぱいいですよね。だこれカスタマイズとか、まあ、あとその車の使い方のライフスタイルの部分が、うん、もうちょっとこう浸透していけば、うん、もっと盛り上がるだろうなっていうのを感じます、うんうんうん、パーツ多いですからね、うち盛り上がりたいですよね。ちょっと概要欄に貼れたらちょっと
パーツのリンク貼っときます、うん、これいじるとめっちゃかっこいいっすよ。めっちゃかっこいいっすよ、うん、まあ、いじんなくてもかっこいいっすけど、まあ、かっこいいっすけどね、はい、うん、世の中的には1割ぐらいかもしれないですけど、うん、90はやっぱり最高です。いやでもね、ワンでもいいっすよ。いやいいっすけど、はい、あの許されるなら90欲しいそうっすねと思いますよ、うん、いろんな意味でね。これはいいっすね。ありがとうございます、はい、じゃあ最後になりますけど、めちゃくちゃいいっすね。欲しい、ね、欲しい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 。まあね、やっぱり多分そんなに今でもね媒体で出てる車じゃないんで、確かにあんまり流通してない車ですからね、うん、希少な車だと思います、はい、今後おそらく高値で取引されるんじゃないかな、うん、今後ともそうね、まあ、そこはちょっと今までの流れを見ていくとどうなんでしょうね、うん、まあ、ニッチなところではあるんですけど、必ず欲しい人がいるところじゃないですか、うん、この辺って、うん、でもやっぱりこのサイズでこのパフォーマンスを持ってる車って多分ないですよね。確かに被る車あんまりないですよね、ないのでこのパッケージっていうのは、うん、だからやっぱりこの価格差っていうのはやっぱ安いと感じていただける方ってたくさんいらっしゃるんじゃないかな。たくさんたくさんはちょっと言い過ぎですね。いる、まあ、気になる方は確実にいらっしゃるんじゃないかなと思いますね、はい、貴重な車になりますのでぜひお早めにお問い合わせください、はい、というわけで今回はランドローバーディフェンダー90カルパチアンエディションをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。